ひろゆき氏が放ったある言葉に共感が集まり、ネット上で話題沸騰しています。ひろゆき氏は何よりも論破を得意とし、巷では論破王と呼ばれる著名人です。そんな彼が日本を敵対視してくる隣国に対して、同情の余地なしとの声も上がっている中、切れ味鋭い論破芸を披露し、日本と隣国の関係について確信をつく発言をしました。しかも発言の場は、地上波のテレビ番組です。その公開討論会の場で数々の正論を披露し、異を唱える討論者を立て続けに論破していきました。日本に難癖をつけてくる韓国に対して、彼はどのような逆転劇を見せたのでしょうか。今回は、ひろゆき氏が韓国を一刀両断した真相と、幻の論破劇、それに対する海外からの声を取り上げていきます。ひろゆき氏の論破劇がやばすぎて論客が崩壊。ひろゆき氏は、2チャンネルの創設者です。インターネット早々期から頭角を現し、ネット界隈では誰もが知る人物でしょう。彼は何よりも論破を得意としており、論破王としての地位を確固たるものにした今は、その影響力がテレビにまで及んでいます。2022年7月2日に配信された、ABEMATV では、賠償金肩代わり問題をテーマに議論し、華麗な論破劇を展開しました。ことの発端は、韓国が日本に対して行った提案です。日本が支払うべき徴用工問題に関する賠償金を、なんと韓国が肩代わりすると意味不明の提案をしてきました。あたかも敵国である日本を許すといった趣旨の主張ですが、そもそも日本は賠償金を支払う義務などありません。さらに日本に対する提案の内容も不可解でした。30億円規模の基金を創設するという理由で、日本企業と個人に寄付を促したのです。その代わり国家間での貸し借りはしないそうですが、そもそも寄付を募るのが不自然でしょう。寄付をするということは、結局は日本側が金銭の支払いをするのです。企業と個人による寄付だとしても、日本人である彼らがそれを行えば、実質的に日本が韓国に賠償金を支払うのと大差ありません。番組司会者は、韓国からこのような理不尽な要求があったと伝えた上で、ひろゆき氏に見解を求めました。するとひろゆき氏は、韓国政府の上層部は意外とまともで、賠償判決が無効だと分かっている。一方で国民感情を考えると、請求を放棄すると宣言すれば、政府が国民から反感を食らいかねない。そこで日韓両国で基金を創設する方向で、妥協点を見つけたのだと思う。それなら日本は1円も支払わずに、上辺だけ両国でやることはやったと言っておけば、韓国世論は納得するでしょう。と、言い放ちました。すると討論者の一人から、日本企業も少しくらいは寄付するべきとの意見が出ます。しかしひろゆき氏は、日本が寄付を続けても決して問題が解決しないことを知っていました。だからといって韓国政府が自国で賠償金を支払うと宣言すれば、韓国世論は炎上して収拾がつかなくなるでしょう。そこでひろゆき氏は、韓国政府は世論が暴発しないよう、表向きだけでも日本に賠償させるという形式にしたいだけ、基金を創設したと宣言だけしておけば、日本企業と個人が寄付をしなくてもいい話でしょう。と討論者の見解を退け、論破してしまいました。確かに極めてシンプルで確信をついた話ですが、ほとんどの日本人にはその発想がなかったのです。さらにひろゆき氏は別の番組でも、日韓両国の問題について鋭く切り込んでいます。2023年10月16日に放送された、テレビタックルでは、日本は韓国と仲良くしなくてもいいと持論をぶつけました。論破王ひろゆき氏の忖度なしの発言は、すぐにネットで話題になり大絶賛されます。彼の発言内容は、多くの日本人が心に秘めているものでした。大多数の日本人の傾向として、積極的に意見をするのを避けることがあります。言いたいことがあっても我慢し、思いを飲み込んでしまうのです。これは相手と揉め事を起こさないための思いやりですが、当の本人は大きなストレスを抱えてしまいます。日本人の我慢する性質が、日本のストレス社会に拍車をかけているのです。ひろゆき氏がこれほど注目を浴びるのは、彼が日本人の代弁者役になってくれるからでしょう。確かに韓国は、何かと日本を目の敵にしてきます。ノージャパンと連呼しながら不買運動を展開する韓国に対し、日本がいい顔をする必要はないでしょう。事実、日本が柔軟な姿勢を示せば示すほど、図に乗るのが韓国という国です。日本が韓国を甘やかし、厳しい態度を取らなければ、問題は泥沼化していくだけでしょう。10月16日放送のテレビタックルでは、ユン・ソンニョル大統領の支持率低下、そして日韓両国の今後の展望をテーマに、
討論者が議論を繰り広げました。2つのテーマが取り上げられたのは、両者に相関関係があるからです。韓国という国の不思議なところは、大統領の支持率が低下してくると、なぜか日本叩きが過激化すること。それに対して討論者の一人が、韓国が友好的態度を示してきたときは、日本もそれに応えるべきだ。数十年も続く両国のギスギスした関係を解消するチャンスだろう。と見解を述べました。するとこの主張に対して広行氏は、両国の関係が話し合いだけで円滑に進むなら、そもそも徴用工問題なんて起きていないと持論を述べます。彼は続けて、的を射た主張をぶつけました。ユン・ソンニョル政権は日本に対して友好的だが、いざ協力しようとすると野党は猛反発するので、日韓関係が良い方向に進展することはない。日本嫌いの野党に政権が渡れば、今よりも日韓関係が劣悪になる。この持論に対して、多くの日本人が賛同します。韓国の国民感情を変えれば、問題を解決できる可能性はありますが、現実的にそれは極めて困難でしょう。相手が日本叩きを続けている以上、健全な関係など築けるはずがありません。多くのメディアは、ユン大統領の親日化の側面を映し出していますが、これは彼の表向きの態度だとする声が多いです。実際に有識者の中には、彼を信用していない者が大勢います。日本のご機嫌を取りつつ、日本にお金を出させようという魂胆が見え隠れしているからです。また韓国大統領が日本と協力するという構図は、韓国国民に受け入れられません。韓国にとって日本は悪役であり、攻撃の対象です。その日本と協力するという発想は、そもそも韓国国民の頭の中にはありません。ではなぜ韓国人がこれほどまでに日本を嫌うかというと、それは幼い頃から反日教育を受けているからです。日本は悪い国だと洗脳され続けている彼らと、友好的関係を築くなど最初から無理なこと。韓国にとって反日教育はいわば義務教育の一部であり、その中で日本人は決まって悪役として扱われています。幼少期に植え付けられた価値観は、後から変えることが困難です。たとえ日本側が友好的な態度を見せても、彼らは無条件で反発してくるでしょう。これについては、広行氏も同様の見解を示しています。現在のユン・ソンニョル大統領は親日派と言われていますが、実態は前ムン・ジェイン大統領と何ら変わりありません。徹底的に日本を敵対視するか、うまく利用して甘い汁を吸うか、政治的概念こそ異なりますが、どちらも日本と協力しようという心意気はないのです。広行氏は日本に対する韓国の政治的認識は決して変わらないと断言しました。それを聞いた討論者の一人は、どうすれば両国の関係が健全化するか問いかけます。すると広行氏は、日本と韓国は経済的つながりがあればそれでよく、政治的な友好関係は築かなくてもいいと回答。広行氏のコメントは的確で、冷静に考えてみればベストな解決法に他なりません。日本は日韓関係について難しく考えすぎており、それにより話をややこしくしているのです。シンプルな答えの中に真実が存在するケースは往々にしてあります。また広行氏はイギリスとフランスの事例を引き合いに出し、誰にでもわかるようシンプルに説明しました。ヨーロッパを例にしても、隣国同士の仲は悪いけど経済面では協力し合っている関係が珍しくない。経済と政治は区別していて、両国間の問題と外交を混同しないのが当たり前。シンプルですが完璧に的を射た意見でした。韓国人教授を広行氏が異次元の論破。この広行氏の見解に対して猛反発したのが東海大学のキム・キョンジュ教授。彼女の出身地は大韓民国、つまり韓国です。それゆえ広行氏の発言に我慢ならなかったのでしょう。そこで彼女は、両国が仲違いしてもいいという考えは政治、外交を無視しているのと同じだと反論します。キム教授も、日韓関係の健全化のためには政治、外交でつながっていた方が好ましいと考えているようです。しかし政治、外交を無視しているのは日本ではなく明らかに韓国の方でしょう。ここで広行氏はキム教授に対して、日本が譲歩するべきではないという意味だと明言しました。日本が謝罪や譲歩をしてことがうまく運ぶなら問題ないですが、韓国はたびたび恩をあだで返すようなやり方をします。このような相手に対して下手に出るのは逆効果だと切り返したのです。広行氏の意見はごもっともで、日韓国交正常化から60年近く経過していますが、両国の問題は未だ解決していません。さらに解決する見通しも立っていないのです。つまり日韓両国の性質はまさに水と油で、
性質が異なるため調和などありえません。話の通じる者同士でなければ対話は成立しないのです。話の通じない相手に対して説得しようと思ってもそれは無理なこと。それであれば無理をして両国の関係を正常化するなど無駄な労力を使うことになるだけです。事実、日本は幾度となく韓国から賠償請求や不買運動をされてきましたが、それでも日本は韓国を許し続けてきました。韓国に経済支援をして経済の立て直しをサポートするなど考えうる限りの対応をしてきましたが、韓国は決して感謝しなかったのです。このような国に対してどれほどの援助をしても相手の要求はエスカレートするだけでしょう。もし日本が多額の賠償金を支払ったとしても、今度はさらに大きな金額を要求してくるだけです。これでは埒が明かないですし、日本という国もいずれ疲弊してしまいます。韓国にとって日本との歴史問題は日本に要求を突きつけるための切り札に他なりません。ユン大統領は日本との関係改善を望むような態度を見せていますが、友好的に見えるのは表面上だけです。本心では日本をコントロールするための裏工作をしていると考えられます。ユン大統領とムン大統領はタイプがまるで違いますが、心の奥底にある策略は同じです。韓国の日本に対する憎悪は相当なもので、日本の一挙手一投足が気になって仕方がないのでしょう。日本が何かをしでかさないかと上げ足を取るタイミングを常に伺っています。このように日本と友好的関係を構築しようとする気概はないため、国民が国の代表である大統領を選ぶときは徹底的な反日を掲げる人物が当選しやすいのです。そして日本への敵対心を強く持つ大統領が選ばれると、扇動効果も相まって韓国国民は日本に対して大バッシングを始めます。韓国の怖いところは過去の出来事を捏造し、やがてそれを権力に変えてしまうことです。徴用工問題にしても慰安婦問題にしてもしかり、何十年も昔のことを持ち出して日本叩きを展開するのは韓国のお家芸です。今現在ユン大統領は日本に歩み寄る姿勢を見せていますが、韓国国民は大統領のその態度に激怒しています。つまり韓国大統領はもちろん、韓国国民も日本と仲良くしようという意思は皆無です。言うなればユン大統領は一人で茶番劇を演じているようなもの。実際に彼の支持率は恐ろしいほどに低下しています。彼の根底にある政治思想は日韓の関係を正常化させて日本に経済支援をさせるものです。日本に歩み寄ってはいますが、最終的に日本を利用しようと考えています。しかし当の韓国国民はそんなユン大統領の思惑を察することができません。大統領の表面的な外交姿勢を見てけしからんと憤慨しているのです。いわば国が率先して国民たちを洗脳し続けてきて、結果的に自分で自分の首を絞めています。日本でも閣僚や側近が不祥事を起こせば総理大臣が任命責任を問われますが、韓国のそれとは様態が異なるのです。例えば日本の総理大臣が他国を叩かないという理由だけでもう批判を受けることはありません。しかし韓国の場合、このありえないことが実際に起こっているのです。今現在日韓の関係改善は破滅的状況にありますが、世界では外交政策の一環として関係改善策は当たり前のように実行されています。韓国が先導して行ってきた反日教育が今になって裏目に出てしまい、政権運営にも悪影響を及ぼしているのです。例えば日本への不買運動を例に挙げても国民の7割以上が賛成している現実があります。確かに日本製品が粗悪で購入に値しないのであれば不買運動をするのは当然でしょう。しかしただ日本が嫌いという理由だけで不買運動を展開するなら合理的な判断とは言えません。本当は欲しい日本製品を遠ざけて困るのは不買運動を展開した自分たちだからです。しかし韓国国民にとっては自身の損得よりも反日感情の方が上を行く現実があります。これは不買運動に限ったことではありません。韓国の闇とやらかしを完全解説。2021年に開催された東京オリンピックでも日本は根も葉もないことを言われています。例えば選手村で出された食事が放射能に汚染されている可能性があるなどです。これは単なる言いがかりだと世界は理解していますが、この主張は当の韓国国民から絶大なる支持を得ました。一方で韓国の関係者の中にはつい選手村で食事をしてしまった人がおり、それをネットで公開すると韓国国民から猛批判を受けることに。このように韓国にとって日本批判はアイデンティティのようなもの。
これは徴用工や慰安婦問題にしてもそうでしょう。歴史を歪めて自国の都合のいいように解釈し、それを盾にして日本を非難し続けるのです。韓国による日本を貶める行為は今や両国間だけでなく世界にまで拡大しています。アメリカのフィラデルフィアの公園に慰安婦像を設置する計画が持ち上がっているのです。このような韓国の常識外れな言動はとどまるところを知りません。しかも慰安婦像は韓国から運ぶのではなく、像設置をするための公園を含めて韓国国民が一から制作するといいます。今や韓国の日本叩きは世界的規模で行われているのです。そして像設置の計画は市に承認され、これから着々と工事が進められていくのだそう。今回の計画を承認したのが何者かは分かりませんが、いずれこの問題に関わったことを後悔する日がやってくるはずです。事実、現地では像設置を反対する意見が少なくありません。考えてみれば日韓の問題はアメリカ人には無関係です。他国の歴史問題の火種をまかれたようなもの。象徴的な場である公園に像が設置されれば、今後は韓国が展開する日本への抗議活動がさらに過激化するかもしれません。慰安婦像の設置はアメリカ人から見てデメリットこそあれども、メリットは何一つないでしょう。しかし当の韓国はこれをチャンスと言わんばかりに張り切っています。また今回設置される慰安婦像には日本を貶める内容の説明文が記載されるそうです。韓国の日本煽りもここまで来たかというのが日本人の本音でしょう。いつの時代も韓国は関係改善から遠ざかる行為ばかり展開しています。フィラデルフィアは日本を非難する思惑はないとしていますが、現地のアメリカ人は市を信用していません。像設置の反対派である市民たちには、行政と韓国が利害関係で結びついていると考える人が大勢いると言います。なぜならアメリカは日韓問題とは無関係だからです。問題の当事者ではないアメリカが像設置を承認するとなれば、韓国側が市に対して益をもたらす何かを行ったと考えるのが妥当でしょう。もしかしたら相当額の金品を差し出したのかもしれません。このようなやり方は韓国の常套手段であるため、勘ぐられても仕方のないことです。とにもかくにも、韓国の日本への敵対心は尋常ではありません。韓国が世界で最も嫌っている国が日本です。ただし、すべての韓国人が同様の思想にコントロールされているわけではなく、日本や他国を旅行したり、その地で生活したりと自国以外の文化に触れて、韓国の行いが誤りだと気づき、改心する人もいます。例えば、韓国の学者たちが種族主義をテーマにした本を執筆しました。その中で慰安婦を強制連行した事実はないという旨が明記されていたのです。これは有識者の意見のため極めて信憑性が高いですが、もしそのような本が世に出回れば、韓国の世論はその事実を認めず執筆者を吊るし上げることでしょう。しかし意外にもこの本は爆発的に売れてベストセラーになっています。この事実は韓国の反日思想に逆行していますが、これは韓国内で今までの歴史教育に対してその間違いに気づく人が増えてきたことを意味するのです。そのような真実を知る人たちが教育者になり、子供たちに正しい歴史を伝えていけば、韓国の歪んだ思想はやがて消失するでしょう。しかしそれは言葉で言うほど容易ではありません。なぜなら真実を伝えるべき存在であるメディアの報道姿勢に難があるからです。特に民間放送の収入源はスポンサーからの CM 広告料のため、スポンサーに不利になる情報は流しません。スポンサーが絡んでいる以上、そこには利害の問題があるからです。つまり私たちが普段目にしている情報は私たちが見たい情報ではなく、メディアが流したい情報です。報道しない自由が行使されている状態であり、そこに公平性はありません。事実、日本は韓国から様々な言いがかりをつけられていますが、メディアはそれをほとんど報道しないでしょう。メディアが取り扱う韓国の情報といえば、コスメやグルメ関連が大半を占めています。近年ではアイドルや音楽グループの話題が多く、アーティストたちは皆親日派のように見えるはずです。このように、韓国のプラスの側面ばかりを見せられているため、多くの日本人は韓国に対する恨みや怒りを忘れてしまっています。確かに韓国のアーティストたちは来日した際に日本好きをアピールしており、大好き、ありがとうなどのポジティブな発言にあふれていますが、これは商売用の顔でしょう。こうした虚偽の韓国像を見せられ、日本人は知らず知らずのうちに親近感を抱いています。しかし、メディアを通して得ている情報と現実には大きなギャップがあるのです。実際に韓国を旅行して
その現実を突きつけられる日本人は少なくありません。例えば韓国旅行を楽しんでいた日本人女性が現地の韓国人から髪をつかまれ引きずられる事件が発生しています。しかし事件の動機は旅行者が日本人であったことだけです。日本人というだけで因縁をつけられるのですから、たまったものではありません。また日本から韓国に嫁いだ女性は偏見や差別を受けていると言います。このような事件はメディアが真実を報道していれば防げたかもしれません。韓国国民の多くが反日感情を抱えていると真実を報道すれば、それを見て考えを改める日本人は大勢いるでしょう。全ての韓国人が日本に悪意を向けているわけではありませんが、世論という全体で見たとき、反日感情が深く根付いているのは事実ですから、韓国という国家に対して無理に仲良くする必要はないのです。ひろゆき氏の発言内容は色眼鏡をかけていない真実そのものでしょう。番組視聴者たちはひろゆき氏の意見に賛同し、たくさんの称賛コメントが寄せられました。彼の発言を聞いて目が覚めたという人は多かったようです。今後日本が韓国に対してどう接すればいいのか、その道しるべが示された出来事でした。それでは今回のニュースに対する海外からの反応をご紹介します。ひろゆき氏の発言は相手を茶化す内容が多いけど、今回の主張には全般的に賛同するわ。韓国と仲良くする必要はないという意見は至極真っ当だね。ただひろゆき氏本人も払うべきものを払っていないので、それを言える立場ではないはず。日本は韓国に対して弱気になりすぎているわ。理屈のわからない相手に対して下手に出ても逆効果になるでしょう。日本が歴史問題に対して真摯に向き合わなかったから日韓関係が悪化しているだけだ。日本がいくら柔和な態度を見せても恩をあだで返してくる韓国に対してこれ以上いい顔をする必要はないわ。日本と韓国は水と油のような関係だ。今後も相入れることなど絶対に無理だろう。この際韓国とは完全に断交してもいいと思う。そうすれば向こうが何を言ってきても聞く耳を持つ必要はないのだから。日本人は自虐的で自ら問題を招いているとしか思えない。韓国人にばかり責任があるわけではないだろう。ひろゆき氏のことはあまり知らないけど有名人なのは確かよね。彼のような発信力のある人物がどんどん真実を発信してくれれば事態は好転していくはず。真実を報道しないテレビにも責任があるだろう。日本国民の知る権利を阻害している。海外の声を聞くと韓国を評価する意見は少数派でした。そして諸外国から見ても韓国の言動は常軌を逸していると判断されているようです。今回そのような韓国に対する不満を分かりやすく言語化してくれたのがひろゆき氏でした。彼の発言は日本人の留飲を下げるとともに両国の今後の在り方を示しています。日本人が韓国に抱くモヤモヤをひろゆき氏が見事に解消してくれました。韓国は日本からどのような恩恵を受けても決して感謝することはありません。そのような国に対して日本から歩み寄るのは間違っています。ひろゆき氏はそれを明確に指摘し、メディアに洗脳された日本人の目を覚まさせてくれました。彼の言う通り日本が韓国と仲良くする必要性は皆無です。そろそろ日本は韓国に対して甘い顔をするのをやめ、毅然とした態度で臨むべき時期に来ているのかもしれません。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。